皆さんこんにちは、 S のりの S です。今回なんですけども、新しくですね、収益物件の方を購入しましたんで、そちらのね中を見ていきたいと思います。これがね外観なんですけども、平屋と奥のね2階建ての鉄骨の建物も増築ですかね、あっちはね、ひっついてる土地がなんとね100坪、こんなにね大きな庭のもある物件を購入しました。じゃあ早速ね中を見ていきたいと思います。はい、まず玄関、まあ土壁ですね、よくある土壁で、ここがリビングなんですかね、広いっすね。今回ね建物がね、建坪が100平米ということで、まあ、かなりのね広さがある物件なんですけども、まずはこちらダイニングキッチンですね。天井がちょっとはげてる、雨漏りしてたんかな、この上ねはげてきてます。でこれがキッチン、これちょっともうね厳しいかな、使い物にならないかな、結構きつそうやね。これは今回変えましょう。なんか台がある、あキッチンとしては広いね、めちゃめちゃ。はい、でこれ何畳ぐらいあるのかな、だから10畳ぐらいあるのかな、ダイニングはね非常に広いです。でなんかこのすごい照明が旅館みたいなね感じになってますけども、横に一部屋あります。まあ、縁側みたいな感じにねなってます。庭がね見れるような感じで、でここも土壁ですね。はい、でこっちが洗面所があってお風呂、お風呂もね比較的タイルねひび割れもなく綺麗な感じなんで、掃除でね使えそうな感じがします。汚れはね当然あるんですけど、築年数もね広いんで比較的綺麗な気がしますね。で洗面、これはねちょっと新品に変えましょう。でトイレはい、汲み取りトイレですね。なるほど。でこっちがショートイレ、これ繋がってくれたらねぶち抜けるんですけど、これ全部ぶち抜くってなると結構大変かな。はい、でさらに奥に和室が、ここは 4.5 畳と6畳の和室があります。でエアコンも残ってます。動くんかな、動いてくれりゃラッキーやけどな。エアコンがね残ってます。でここが押し入れやったけど、もうここは押し入れ取っ払おうかな、オープンな収納にした方が良さそう。はい、でここはねすごいんですよ、この部屋が何畳あんのこれ、10畳ぐらい、もうすごいねいい感じのオープンな部屋にねなってまして、まあこれちょっと雨漏りがねありますけども、どうやってもんのかな、こんなとこでも。まあいいや、この上ねやっぱ持ってるんやろうな。はい、広いこの10畳ぐらいあるスペースで、もう忍者屋敷みたいですね。こっちは勝手口が2つあって、まあまあここにもよくわからないスペースの部屋があります。よいしょ、で2階、ここもすごいな雨漏りが、どっからもなんか、でもこれ天井というか染みてきてる感じかな、外からね、ようわからない、こんなとこ盛るっていうね、どうなってんのここ。まあまあいいや、はい、ところどころこういうねシミが
見受けられるんですけど、はい。で、ここも懐かしい昔ながらのね、このエアコン、これはもう取り外してもらいましょう。忍者屋敷や、ほんま。で、2階がさらに1、2、6畳か、え、6畳って8畳か、8畳やの部屋があるという感じですね。で、ここもなんか旅館のね、なんか窓際の部分みたいな感じですけど、開くんかな、これ。買った、ん、これ開くんか、開いた。多分ベランダがあるんじゃない。あ、蜂の巣があるけどもういないか。はい、え、おお、はい。で、毎回ね、こういうとこ開けるとき、ドキドキします。なんか出てけえへんかなって。あ、どうなってんの？どういうタイプ？で、光が差し込んでるけど、開いた。あ、開いたけど、あ、これはちょっと怖いね、登るの。怖すぎるでしょこれ。はい、ここが一応ベランダと呼んでいいんかな。怖っ。あ、これはやり直しやね。はい。気を張ってもらいましょう。はい。まあでも、平屋の方の屋根は綺麗ですね。ああいう、板金の隙間から入っていってんのかな、雨漏り。まあちょっとまた見てみましょう。よいしょ。っていう感じの物件ですね。で、購入価格の方がね、なんと激安の70万ということで、土地付きですよ、もちろんね。70万で購入することができました。で、リフォームがね、どんだけかかるんかなっていうとこなんですけど、まあできれば120ぐらいまでにはね、抑えたいところですね。広さかなり広いんですけど、なんとかそれぐらいまでね、抑えて、物件ね、仕上げたいと思います。はい、以上、今回はね、新しく購入しました70万のね、物件の中身を紹介しました。またね、今後こちらの物件のリフォームの方はね、随時動画でアップしていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。